絶対2つ目のスターですね。避けんでいいんやろうけど、とりあえず避けてくる。あ、当たった。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、ってことでいきますか。ワールドクッパの7、ワールドクッパの7、ゴトゴトンの溶岩ダニー。ゴトゴトン、実はこれね、私めちゃくちゃ久々のプレイなんやけど、最近ね、クレヨンしんちゃんの方をしよって、マリオの方をね、途中でやめとったんよ。速攻でく、なんてことだい。ちょっと待って。でね、久々にやるんで、もうそろそろ終わりかなと思っとんやけど、どうやろね、可愛くない？ピーチ、ピーチのタヌキめっちゃ可愛いやん。助けて、助けて。よし、とりあえずあの久々のプレイやけん、めっちゃ下手くそっていうこと。ああ、言い訳しとくね。あ、間に合った。やば。奇跡や、奇跡。よかった、タヌキで。ふぅ。待って。よし、こっち来る。はい、来たわ。ずっとムスッとしとるやん、この子。ねえ。ゴトゴトンとかいうやつ。あぶねえ。おいし。あ、ニッコリになった。人が降りたら。人が降りたらどういうことやねん。よし、行くぜ行くぜ。ここな、なんもならんよね、橋。ただただアーチ状なだけ。おいし、中間。これは滑り降りる感じがする。うい、動くんか。動くんか。あ、スタンプがあるけど、待って。無理、怖い。あ、無理か。ちょっと向こうに行くのは、怖いんでやめとく。あ、また滑り降りる感じね。ふぅー。スタンプ、場所は分かったけど、ちょっと無理だ。私には無理だ。お、あれは絶対二つ目の、スターですね。避けんでいいんやろうけど、とりあえず避けてく。あ、当たった。ま、でも、無敵なので、はい、2個目スター。ゲットー。よしよし。お、2個目やん、葉っぱ。これは。もうすぐゴールかな。今のところ、見えてないけど、あー、怖い、無理ー。あくそー。行くぜ。お、なんかあの、面積狭い系嫌やな、こういう。ねえ、やめていただき。ちょっと待って、より一層面積が狭くなったー、無理ー。なんだい、君ら、降ってきたんですけど。ね、君らのさ、その、おっと、あったよ。あったよー、やったー。やったけど、ちょっと待って。危なー。めっちゃ危なかった。助けてください。え、待ってって、待ってって、待ってって、無理やって。無理ー。お、もう、あ、あったー。え、待って、まだなんすか。ちょ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 、無理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 。あ、危なー。もういいよ、下で。下でいいよ、全然。助けてー、早く。あー、よかった。いけた。イェーイ、コースクリア。めっちゃ可愛い。ね、超可愛い。今、初めてまじまじと見たけど、可愛い。あ、スタンプもちゃんとゲットできたし。え、スター全部ゲットしたよね、私。どう？待って、押してなかった。ほら、やった、全部ゲットできた、よかった。あ、茶色くなっとる。白い方が可愛かった。まあまあまあ、でもでもでも。ね。きらびやかなところに入っていくんすね。きらびやかなところに入っていくんすね。頑張ろ。とりあえず今のが、クッパの7やろ？これ全体通れるんか。あ、A ってことはこっち B？ あ、なるほどね。じゃ、とりあえず、ワールドクッパの A。
いきます。浮いとるよ、浮いとるよ。ボス分裂再び。ん？分裂？あの、桜んぼのやつ？え、違うかな。あ、待って、ここになんかあるよ。桜んぼじゃない？ほら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 。かわいい。かわいい、いいね。頑張ろう。ピーチに語りかけるやつ。これは分裂っていう名前のボスなわけじゃなくて、っていうことかな。どんなやつやった？何？何も起こらないん、あ、なるほど。前に進まんといかんかったんね。あ、これか。なるほど。金ピカや、金ピカ。めっちゃ目光よりやん。怖い怖い。イエーイ、怖いって。これは何をすればよかったんでしたっけ？とりあえず。ねえ、あのプニプニしたやつなんか関係ある？投げる？ちょっと待って、いい？今久々でさ、あまり覚えていないんですよ、私。いや、違うか。ぽよんぽよん。これを減らせばいいのか？いや、関係ないところからも湧いてきてるな。普通にあいつを踏み込む。あの何、細かく分かれたやつじゃなくってこいつ自身踏み潰せばいいんかな。よいしょ。あ、普通に踏んだわ。なるほどね。なるほどね。普通に踏むんだな。で、それを妨害してくる。あー、ちっこくなったー。あ、やばい、くそ。普通にだいしだいし、ういー。え、あれは何？衝撃波でってことかい？え、一人しかおらんねえけど、私。早くないですか？ねえ、もう私一人しかおらん。つらいつらいつらい。よっしゃい。その衝撃波でもやられるん？よろしくないって、そういうの。めっちゃ広がるやん、その衝撃波、ほら。やめてー。うしゃい。どう？もういけた？イエーイ、やったね。イエーイ。あ、スター見えてなかった。ちょ、待って、取らして。てか、それぞれで取りたいんやけどさ、これくっついてくるけんね。イエーイ。ワンアップにはならない。はい。出まーす。間違えた。間違えた。ポインター出した。かわいい。めっちゃかわいい。ねえ、幼女みたいになったんやけど。超小さい。え、マリオとルイージの時ってさ、なんかこんな、ちゃんと子供みたいな感じにならんかったことない？普通におじさんが小さくなっただけみたいな感じやったけど。なんかこれちゃんと子供っぽいような気がするんやけど、気のせいかな？いや、気のせいかもしれん。わからん。いや、しかし可愛い。可愛い。ただひたすら。いいね。コースクリアー。ふぅ。え、これ A がこういう感じやったってことは、多分 B も戦い？でもって再びとかそういう感じかな。B としか書いてなかったっけ？ヘビースネーク再び。うん、ヘビースネークがどんなやつか忘れたけど、まあとりあえずヘビなんやろうね。っていうことだけ。うんうんうん。わかったよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、もうマリオとルイージの時に比べてね、めちゃくちゃ可愛いの頻度が増えた気がするけど、いや可愛いよね。で、これはあれかな、他のプリンセスはおらん感じ？デイジーとか、あと一人ロゼッタとかはおらんのかな。